よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。吉がストレートです。ストレート川のアッパーです。そういうことですよね。そうです。昨日、おとといですかね。はい、そうだそうだ、井上直弥ね。ね、見ました？見ました、もちろん。すごい最高でしたね。やばかったっすね。大丈夫ですか？ちゃんと井上直弥選手見てました？リングの外の人見てた。リングの外のあの筋肉マッチョ。筋肉マッチョ、金髪の。金髪マッチョも見てましたね。ねえ。はい。いやー、気になってましたね。気になってましたね。隣に布袋さんがいらっしゃいましたね。ねえ、隣に。VIP 席ですよね、めちゃくちゃ。そうですね。いやー、めちゃくちゃ強かったですね。いや、すごかったっすね。いやー、すごすぎますよ。ねえ、いや、相手もね、めちゃくちゃ強い選手で、ねえ、そう、結構、なんていうか、こう、なんていうんですか、こう、計算というか、そのなんかね、そうですね、うん、うまいボクシングをやる感じのスキルというか、こう、本当にお互いそんな感じでね、もう、ねえ、やっぱ強い者同士が戦うとね、その、どっちがどう強いのかどうかって分かんないですよね。うん、そうですね。どんだけ強いのかっていうね。ねえ。うん、あれか、結局 4団体だでしたっけ？で、階級も結局あれですよね。階級今回変えて。そうです、そうです。4階級制覇ですね。になるんですかね、結局。なったんです。で、すごいですね、団体はまだ、あの、1個前の団体で。あ、そうかそうか、団体はそうですよね。はい、でも今 2団体。そうですね、今2段階もう立ってるんですね。はい、1個上げて急に2段階。そうかそうか、すごいですね。すごいっすよ。いやー、というとこでかっこいいですね。はい、はい、今日は冒頭いきなり第30回でね、記念すべき、そうですね、記念すべき、はい、母さんのお友達のね、あの、そうなんですよ、ゲストが。そうですね、あの、早速多分そのお友達のお友達が多分、そうですね、いっぱい聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。急にボクシングの話聞かされて、あの、すいません、私がストレートではなく、あの、画家なんです。そうなんです、私画家なんです。そうですね。じゃあ、そうですね、早速始めていきましょうか。そうですね、はい、はい、ではオープニングいきます。はいはい、画家と作家。この番組は画家の空間ペインター吉賀健太とサラリーマン兼ラジオ作家の菅隆がエンタメや仕事、子育てなどについて自由に語るインターネットラジオです。ちなみに裏テーマとしまして、いつか2人が大好きな松本人志さんをゲストに迎えることを目標にしたラジオ番組でもあります。ということで、第30回よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします、はい。あれですね、自己紹介しますか。初めましての方もいるので、あの、ラジオ番組で、そうですね、このツイッターの、はい、スペースを利用して公開収録をして、うん、後々に YouTube やポッドキャストでも公開しているという番組ですね。はい。はい、ということで、でね、じゃあ自己紹介をさせていただきますね。うん、はい、では私の方から、はい、私、画家の吉賀健太と申します。九州のですね、大分県の大分市を拠点としまして、画家として、絵画の制作や、オーダーをいただいて制作させていただいたり、制作したものをあのウェブとか、個展などで販売したり、海外にも出展したりといろいろ活動しております。また空間ペインターという屋号で、いろんなですね、建物や床とか、いろんな街をこう、変化させるような、絵で変化させるような仕事をしております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、続きまして、私が作家の川野と申します。まあ、普段は会社員をしてるんですけれども、まあ、その傍らでですね、毎週土曜日の夜9時から、OBS 大分放送ラジオで放送中の踊り場ラジオという番組の作家をしております。はい、で、まあ、あとイベントをしたりだとか、まあ、あと文章を書いたりしてまして、電子書籍で、
アンテナの磨き方というですね、まあ、こうやって会社員をしながらでもいろいろなことをやって、まあ、あの人生楽しくやってますというふうなあの電子書籍のですね本を書いておりますので、よかったら読んでくださいということで、はい、今日もよろしくお願いいたします。ではでは、いっぱいなんかリスナーの方がいっぱい、すごいですね。さすがですね。わ、なんか本当ですね、人気者なんですかね。もう呼ぶのやめますか。ちょっといや、遅い、すいません。タンさんとはあのあれですよね、長い お友達。そうですね、もう10年ぐらいになるかもしれない、ね、僕も面識はあると思うんですけど、はいはい、一度ぐらいしか多分お会いしたことは多分ないとは思うんですけど、はい、あ、そこそこ、そうですよね。なるほど。あ、じゃあ、はい、ぜひぜひ早速、紹介させていただきます。はい、ですね、じゃあ、一応今日の、はい、呼び名というか、まあ、仮名ではないんですけども、ニックネーム、はい、ネーム的なところで、九州さんということで、今日お呼びしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。九州さん、喋れますでしょうか。こんばんは。こんばんは。ああ、すいません。お疲れ様です。こんばんは。九州、なんか変な感じですけどね。いつも本名で言って、ね、今回だけは浮かんでるということで、一応九州 MSW って名乗らせていただいてます。なるほど。まあ、九州さんで言ってもらいたい。すいません、このような機会に呼んでいただいて。とんでもないです。本当にありがとうございます。いやいやこちらこそ。いや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 、もう喜んで、もう眠ったさ限界であるんですけど。ねすいません、ね、もう我々もうね割といい年ですからね。もうあの2人のねこれ聞かせてもらってるんですけど、ありがとうございます。あ、いや本当楽しく聞いてるんですけどね。いやいや、もう正直に言います、寝てますね。5分ぐらい聞いていい睡眠のリズム、あのこうバイオリズムに入って寝てる。だからもう自分が喋るからちょっと起きるかもしれない。喋りながら寝るって初めての体験をするんじゃなかろうか。分かった。じゃああれだね、だ黙ってたら。だからさっきほら川野くんがもう呼ばないで行きましょうかって言って嬉しかったんですよ、ね。いやいやいや、そのまま寝れるんじゃないかって喜ばんで。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやそうね、ちょっとマジで今日僕、名前を呼んでしまいそうで、めっちゃドキドキしてますよ。その時はしょうがない。ピーク入れてくれたって言ってね。その時はしょうがない。そうですね。いやいや、まあ、いや、なんか、たくさんお友達も、こう、ね、お誘いに夜遅くにね、いますね。ありがとう。本当、ツイッターでの、つながりの人もいる。じゃあ、改めて、自己紹介を、ね、じゃあ、九州さん、はい、よろしくお願いします。はい。はいはい、じゃあ、ソーシャルワーカーをしてます、はい、九州 MSW です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カンさんと、10年ぐらいのお付き合いで、長いっすね。そうですね。なんだかんだ言って長い付き合い。なんか、変な話、腐れんじゃないけど、何かしら、やっぱ縁があるというか、一緒になる機会があるというか、まあまあ、お互いその声をかけ合ってるというのももちろんあるんですけど。学生時代とかにではないんですよね。あ、いや、違いますね。あれよね、もう普通にお互い働いて、まあ、世界が全然違うんでね、世界が違うっていうか、その全然異業種、お互い異業種とかね、うん、全然異業種、ね、重ならない人が重なったって感じですよね。うんうんうん、そうね。まあ、年齢が一緒なんですね。へぇ。そうそうそう。で、まあ、別に多分支障ないと言いますけど、その、西野さんの原画展を僕が、大分で企画させてもらったときに、まあ共通の友達というか、ちょうどその手伝って、ボランティアスタッフで手伝ってくれた方がいて、で、その方とこう、返してというか、知り合いまして、中でその人が、僕、まあこうやって、僕はそうやって主催者で、まあ一応リーダーとしてチームでやってる中で、まあこう慕ってくれてて、で、絶対この彼とこう、こう、会ったら絶対いいよみたいな。絶対面白いからみたいな感じで紹介してくれて、でそのそうですね、確か僕がこうなんか飲み会かなんか企画した時かなんかに来てくれて、でそこからなんか割とすぐ意気投合じゃないですけど、でまあこの九州さんも、はい、結構いろいろなご自身でイベントだったりとか、
まあ、この本業になぞらえた、あの僕とこう違うのは、僕は結構本業と割とこう線を引いてやってるんですけど、あの彼は結構それは本当すごいなと思う、まあ、吉川さんもそうなんですけど、はい、お仕事とその自分のその、まあ、もう本当趣味と言っていいのかですね、そういったね、趣味だよねっていう活動も全部そこにもう一点がけというか、一点集中でやっているので、まあそれは他の人は勝てないだろうなとは、なんだろう、友達ながらいつも見てますね、その熱量というか、やっぱり、うん、何年前かな、本当10年ぐらい、もう10年前だね、ちょうど本当2010、もうそれこそこの2013年の7月なので、はいはいはい、演じて丸10年ですね、ちょうど。いや、なんか、その、まあ、あれつなげた人がいるんですけど、うんうん、まあ、看護師さんですけどね、うん、うん、もうすごい覚えてて、うん、焼肉屋で飯食ってて、うん、いやいや、面白い、合わせたい人がいるんだよって言って、その時まだその西野さんとかの、まあ、もちろんキングコングのお笑いっていう方を知ってましたけど、うんうん、そういう、うんうんうん、原画のこととか、そういう絵を、ね、描いてるとか全然知らなくて、うん、で、まあ、まあ、その、うんうん、まあ、彼女っていうか、その人が、うん、まあ、その、絵、うん、で今回そういう、それを主催してる、普通の変わってる、うん、あ、普通じゃねえな、変わってるサラリーマン。で、なんかその人絶対会うよって言って、うん、まあ、その人が言ってんだったら怪しくねえか、みたいな。って言ったのはすごい覚えてるんですよね。うん、でね、異空間だったんですよ。今まで、まあ、僕はどっちかというと医療とか福祉の中でもまあ働いてたので、うんうん、やっぱそういう空気感とは違う、うんうん、やっぱこう異業種ならではの、なんかこう独特、うんうん、あ、独特っていうか、まあ、お互い独特かもしれないですけど、それ、立場が違うとね。だけど、全然異業種の、あ、全然雰囲気が違うなっていうこと、結構衝撃。受けて、こんな世界があるんだみたいなのはすごく第一印象だったし、うん、立場が全然違うんだけど、なんか話し合うというか、目指すのは一緒なんじゃねえかってのは思ったのが最初の印象ですね。うんうんうん、いやー、嬉しいですね、それはもう。うんうんうん。そうね、そっからだから、それこそその、まあ、お互いの、あの主催するイベントであったりとかに行き来したりとか、うんうん、でそれこそまたね、その九州さんもそうやって、まあ、一人の友人を介して出会いましたけど、うん、またそこからお互いを介してまた出会いが広がったりとかして、うんうん、あ、確かにそうだよ ね、うんうん、これだから、はい、吉川さんもある意味あれですかね、吉川さんと九州さんって、はい、自分ですか、それって、ね、別の方だと思いますよ。また違うんですかね。あ、うん、だったと思います。吉川さんとは。フェイスブックで多分違ったような気がする。うん、はいはい。あの、糸永さんだと思いますね。で、はい、ですよね。うん、そんな気がします。確かなんか、フェイスブックでやったこれ、多分ね、やり取りしたこと、フェイスブックでの。ああ。そっかそっか、あ、でもそうだ、それこそ僕ね、その九州さんといったら、あのほら、あの落合さんとか、落ち水さんか、落ち、うん、落ち、はいはいはい、ね、あ、落ち水さんってあのとかもう、そうそう、九州さんつながりでお友達になって、吉川さん知ってるんですか、あの糸永さんつながりで、なんか時々、ああ、そうかそうか、そうですね、あ、多分その糸永さんをつ、あの、つながってのは僕です、なるんですね、うん、そうそうそう、ああ、その、はいはい、はい、清水さんと。なるほどですね。そうそうそう、はいはい。うん、九州、うん、大分でイベントしたりとか。うんうんうん。そうそう、ね。そういう設定もあるんですね。へぇー。なんかって多分、つながってますよね、多分ね。なんかそんな気しますよね。うんうんうん、ああ、あの人とあの人つながってみたいなね。多分結構で近いと思います、だいぶ。うん。いや、なんとなく感、面白いですね。感度というか。ねえ。いや、その、ずっとカーンさんからはね、そのソーシャルワーカーの面白い友達がいて、うんうん、っていうのは聞いてて、あ、そうそう。ああ、で、あ、はい、あ、そうですかっていう、あ、あそこで出会った方だった。あ、そうですね。それで名前を伝えて、つながったみたいな感じですよね。ああ、そうかそうか、そうです、ね。そことそこがつながってたんですね、みたいな感じでしたね。はいはいはい。そうですね、じゃあ、ちょっと、早速
ソーシャルワーカーとは何ぞやっていう話に、ね、そうですね、問題に入りましょうか。まあ、今日勝手にタイトルを先ほど決めさせてもらって、はい、ソーシャルワーカーをお招きして、どんな仕事か質問をまくっておるということで。画家では、こう、なんていうんでしょうね、まあ、画家っていう職業もどんなことやってるかって、多分まあ、絵描いてる人でしょとかは分かると思うんですけど、うんうん、普段どんな仕事をしてるかっていう、うんうん、まあ、結局分かんないと思うんですね。例えば、その、うんうん、まあ、作家であったり、まあ、カンさんのね、本業のサラリーマンの仕事にしても、うんうんうん、多分知らないというかね、分、はい、かんないんですよね。うんうん、そういった、そういうことも、ね、まあ、こういう画家作家では、うん、なんか、本当、普通の、うんうん、なんて、普通っていうのも、あれ、失礼ですけど、そういう、ね、うん、どんな、どんなね、いろんな職種の、ね、方に、こう、細かく、こう、うんうん、話を聞けたらいいなと。うん、そんな、うんうん、はあ、興味ありますね。他の人の仕事であったり人生をね、ちょっと深掘りしてみたいなということで、うんうんうん、今回そうそうゲストにお招きしているというところですね。はい、そうですね。だから前回というかね、ゲスト回、今日2回目ですけれども、はい、あのね、吉賀さんの、まあ、お友達の大分市の、はい、三月大花チャームさんという雑貨屋さんをしている、はい、ね、片尾美月さんをお迎えして、ね、うんうん、お話をたっぷり聞かせていただいたんですけども、うんうん、まあ、今日はソーシャルワーカーということで、まあ、ソーシャルワーカーって本当に僕はもうこの九州さんと出会ってなかったら絶対多分意味が分かってないというか、まあ、で、まあ、で言ったらその未だにまあ話はいろいろ聞いてるから、うんうんうん、なんとなくは分かってるつもりなんですけど、うんうんうん、なんかそれをちゃんと説明しろと言われるとそうですよね。ちょっと僕もよく聞きますけど、僕奥さんが看護師なので、そうですよね。割と、ああ、ま、そっかそっか。いや、そうなんですよ。だから看護師さんと、はい、どう違いだとか、うん、ね、その病院医療関係のお仕事というのは分かってて、うん、で、まあ、あと一方で、あとは同じ似てる名前で言うと、あのスクール、何でしたっけ、スクールソーシャルワーカーでしたっけ。いろいろあるんですよね。っていうのも、はいはいはい。あれ、ネタも。あ、もうね、まぶたしてて、ね、あと10秒喋んなきゃ寝てもらう。危ない。危ない、危ない。沈黙がそのまま寝る。危ない。じゃあ、ぜひあのソーシャルワーカー、僕らが語る前にもう、ぜひ、教えてください。そうですね。あなたが、まあまあ、ね、かなり聞かれてるとはもちろん思いますが、こういう場でも。だからこそ、ちょっとお聞きしたいんですけど。はい、簡単に言うとどういうお仕事になるんですかね。眠たいな。かわいい。よくみんな、すごいな、吉川さんファンの分は一緒。違うのよ。そこじゃない。そこじゃないですよ。そうよね。わかりづらいよね。10年経ってもね、あれからはね。いや。はい、どっから行こうかな、まあ、どっから行こうかね。俺今ね、目を覚まそうとしてんだけど、一生懸命。はい、覚ましてください。ぜひ、それは。何を例えばいいかな。あの、例えばほら、スクールカウンセラーとかわかる、なんとなくわかるでしょ、うんうん。カウンセラーみたいな。そうですね。まあ、カウンセラー。スクールソーシャルワーカーみたいな、じゃ学校のカウンセラーと、スクールソーシャルワーカーっていう人たちもいるんだけど、それをまあ一つ例で、うん、例えば何が違うかというと、はい、スクールカウンセラーは例えばその、うん、まあ、学校なんで子供の児童が多分対象になるんだけど、うん、その子供の、うん、例えば心の、はい、例えばあのないじめられて心がやっぱすごく辛くて、うん、ちょっと心のケアするのがスクールカウンセラーの前大きなお仕事で、はいはい、スクールソーシャルワーカー何するかというと、うん、例えばそのいじめを受けて辛いんだけど、うん、その心もあのケアしながら、うん、だけど、その、何に悩んでどういうことでっていうのを、どっちかというとその心だけじゃなくて、うん、その人の置かれてるその子供の環境をこう見て、うん、その環境の中でどういう問題があって、うん、逆にその環境を調整することによって、どういう、こう、解決できるの、そしてその子供が子供らしく生きるにはどうしたらいいのかっていう、視点が、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの違いで、具体的に例えば言うと、例えばその子供と面接するんだけど、うん、じゃあその子供のその環境の問題って何だろうとか、じゃあそのお友達とのその関係の中で、やっぱ辛いのかとか、うん、じゃあそれを受け止めてるそのご家族はどうなのかとか、ご家族がちゃんとサポートできてるのかとか、学校の先生でどうなんだろうとか、うんうんうん、
とか、じゃあそれを家族が例えばなかなかその子供のサポートできないとか、うん、まあ、そこには例えばお金の問題とか、うん、仕事が忙しくてとか、あとそれをじゃあその親も結構孤独だったりしてたら、うん、じゃあ親のケアも含めて家族全体のケア、要は子供が中心に置かれるその環境っていう、その環境の家族だったり学校だったりとか、うん、あとその子供がそのそもそもいじめを、うん、受けづらい社会ってなんだろうって、もっと広い社会って、その環境っていうのも結構幅が広くて、うんうんうん、じゃあそういうすべてを人と環境との関係性の視点でかかっていくのが、うん、まあ、まあ、学校でいうとスクールソーシャルワーカーの役割ですが、学校っていうだけで、例えば、うんうん、さっき、吉岡さんが言ってた、じゃあ看護師さんの違いは何かというと、看護師さんだったら、その病気を、まあ、病気持ってる人に基本看護師さんって関わると思うんだけど、で、なんか点滴したりとか、先生の方で、なんかし、なんかこう、するみたいな、ケアしたりするんだけど、基本、看護師さんとか、まあ、医療、その、メディカルとか、医者とか、基本本人の身体的なところに関わると思うんだけど、ソーシャルワーカーはもちろん身体的な部分では直接なんか医療的な処置ってしないとかできないんだけど、その人の置かれてるその身体以外のそのことの問題、例えば入院することによって、例えばその、まあ分かりやすいのは経済的なこととかで、まあもともと普通に歩けてた人が病気によって歩けなくなって、で家に帰りたいんだけど帰れる今環境じゃないっていうんであれば、そういう制度を使ったりとか、そういう、支える地域づくりやったりとかいう環境だよね、人とその置かれてる環境との接点に何が問題かで、そこにまたその環境との調整をするのが、まあ、ソーシャルワーカーみたいな。で、それを、じゃあ、どんな中心でやってるかと、例えばカウンセリングみたいな面談をしたりもするし、例えば、こう、制度の調整とか、資源との調整をしたりとか、もともと、じゃあ、その、全部資源で救えたらいいんだけど、やっぱ、全部制度って整ってなくてとか、制度からこぼれることがあったりとか、じゃあ、そうなると、その、こぼれないように、どうこの社会で作るかっていう、例えば、その、制度を新しくとか、サービスを新しく作るっていうことも、ソーシャルワーカーの仕事。結構幅が広いみたいな。だからソーシャルワーカーのソーシャルっていうのは社会を、っていう名前がついてる。社会を、社会の環境っていうところを変えることによって、その人が生きやすいとか、幸せを感じるような社会を作るのがソーシャルワーカーのお仕事って感じですかね。九州さんはどちらなんですか？医療になるんですか？それとも。僕はね、医療ですね。僕は、病気を持って、てる人の支援をしているソーシャルワーカー。で、結構いろんなところにいるんですよ、ソーシャルワーカーって。学校、さっき言った学校もいるし。いるんですね。あと、例えばその障害を抱えてる人がいたら、そこにもいるし、本当にいろいろ、地域、地域、一人暮らしの高齢者のやっぱ多い地域だったら、一人暮らしでなかなかこう支え合うというか、孤独を感じたりすれば、その地域づくり作る、まあ、そのコミュニティソーシャルワーカーという人たちもいる。あ、そうなんですね。います。ここで働いてるソーシャルワーカーもいるし、まあ、いろいろですよね。いろんな分野にソーシャルワーカーが必要だし、活躍されているって感じですかね。それぞれ。僕はあくまで医療の立場だけなんです。ちなみにそれは、その、例えば所属する団体っていうか、まあ、九州さんで言えばその、病院があったりするんですか？病院。特定の、そう。基本はね、所属しているソーシャルワーカーが多いですね。そうそう。なんかね、河野くんが前、岡井くんはどっから給料もらってるみたいな。うちらにとったら、何にその質問、期待の質問を受けたことすげえ覚えてるんだけど、10年前にね。うん。俺、それ今日も今聞こうと思ってたんですけど。何も変わってねえじゃねえかよ。10年前。まあ、覚えてねえよ。だってね、その、ほら、やっぱこっちとしてはその、まあ、保険とかもありますけど、病院に行って、こう、まあ、お金を払って、3割とか、っていう流れは、まあね、分かってるんですけど。ソーシャルワーカーの方はどこから給料もらうのかなと思って。そんな質問だよね。いや、それって、うちらの医療福祉だったら絶対ない質問だもんね。ああ。面白い、面白いです。そうそうそう。どっから金もらってる病院からもらう。そう、一応ね、病院から。病院からですね。まあ、だから、まあ、薬剤師さんとか、うん、ね、作業療法士さんとか。うん、まあ、
まあそういう役割ですね、その人質と。まあけど、まあ最近になって、うん、まあ最近ってもまあ結構経つけど、うん、要は患者さん、うん、なんか直接ってあんまないんだけど、うん、まあけど、ある、うん、こう、うん、そうね、なんて言えばいいかな、ちょっとわかりづらいな。うん、直接、まあ患者さんから全然もらってないかっていうと、うん、まあ患者さんもほら、病院にお金払ってるわけでしょ、うん、3割。まあもちろん、もちろん。ダイレクトソーシャルワーカーに直接ってことはしないけど、はい、まあ、患者さんが病院に払ってるってことは、まあ、そうある意味病院の組織なんで、うん、まあ、ある意味患者さんからいただいてるっていうのも、はいはい、まあ、あるっちゃある。給料はあるけど、形式的なこと言うと、所属からもらうっていう。うん、まあ、独立してるソーシャルワーカーもいるけど、うん、いるけど、まあ、基本はほとんどがどっかに所属しているっていう感じ。なんか、あれですよね。一回の、そのほら、公共のなんか、くくりというか、なんというか、組織に属してた時もあったやん。あれも、ああいうのもなんか、その仕組み的になんか、どうなってるんだろうみたいな。その、ある、まあ、町市とかね、属してというか、それを経由して、結局、まあ、現場の医療機関のどこかしらに、こう、行くみたいな。あ、そう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 。うん、で、それは割と、まあ、固定されていたりとか、またちょっと定期的に職場かなんか移ったりとかも、その中でしていくみたいな。そう。そういう立場に行ったからね。基本的に所属からもらってるから、ね。はい。給料の面に関してはね。給料の面に関してはですね。面白いですね。ねえ。そもそもその九州さんはじゃあなんでそのソーシャルワーカーですね、それ気になりました。きっかけ？思ったか。いたいですね。きっかけね、大したきっかけないんすよね。そうなん。カード君と同じレベルかもしれない。立派な。そうそう、冗談冗談。いや、本当にね、あんま僕、これと言って動機って大したあれじゃなくて、いや、まあ、逆にその、俺、吉田さんとか、なぜアーティストになったかみたいな、はい、みたいな正直あるんですけど。ね、それはもちろん。まあ、一応自分のちょっと話すると、うん、はいはい、まあ、とりあえず、まあ、あれ、九州男児なんで、うん、とりあえず大学行くみたいな感じなんですよ。はいはい。九州男児はとりあえず男はなんか、みたいなね、良くないけど。で、まあ、はいはい、とりあえず大学みたいな話になって。で、まあ、高校で選ぶじゃないですか。はい、高校でほら、まあ、まず理系文系とか、ね、はい、年の時にね。うんうんうん、で、うんうん、とりあえず大学で、まあ、何になりたいか分かんないけど、とりあえず理系行くかみたいな感じで理系に行って、はいはいはい、で、めっちゃやっぱその職業選ぶっていうか、ほら、大学って、大学行くっていうより、何の学部って決めないといけないんですか、基本。はいはい、選ぶですか、その何、何僕だったらまあ福祉に行くんですけど、はい、福祉選ぶのかとか、その何、経済学部行くのかとか、音楽科行くのかとか、芸術行くのかとか、あるじゃないですか、工学部行くのかとか。はいはいはい、それって、もうある意味高校で、まあ、ある意味高校2年生とか3年生に、その将来の自分を、何になりたいかって、もうその時点である意味突きつけられるわけですよ。はいはい、ね。いや、うん、本当にそうです。はい。で、今どうなんですかね、うん、そんな知らんがなって感じじゃないですか。いや、本当にそうよ。学校でそんなことを、高校で、いやいや、教えてもらってないし、いろんな職業ですね。そうですね。それも問題だと思ってるんですけど、うん、ね、それを言えても、ね、うん、僕は、この時、いや、何になりたいかって分かんないって感じだなっていうのすごい覚えてて、高校に。とりあえず理系行ったけど、まあ、大学ってよりまず何学部って将来自分がなりたいかみたいな、わ、うん、かんなかったんですよね。で、まあ、悩んで、自分じゃわかんないですよね。わ、うん、かんなくて、うん、で、うちの親になんかそんな話をしたら、俺何学部行くのかな、みたいな。で、もちろんほら、まあまあ、ちょっと失礼かもしれんけど、その、あるその大学のね、まあ、国立だったら、ある学部だったら入りやすいから即行くみたいなね、はい、とか、はい、まあ、そんな話をしたのをちょっと覚えてますけど、うん、だけど、なんかそうじゃないよな、みたいな。うん、ただ、大学に国立とか、その入る
事じゃないよなとか思って、うん、したいことじゃないしなみたいな思って、うん、で、まあ親にするのは、まあ親ですね、親に相談したら、うん、オッケー、あ、目が覚めてきたな、喋ってる。よかったよかった。ようやく。ようやくちょっと本語、ちょっと言ってくださいな。はい。で、したら、あんた人と関わる仕事って言ってんじゃないみたいな、うん、まあなんか僕、くだりのその子供の性格みたいなね。うんうん、なんか人と話すの上手じゃない、なんか人の悩み聞くなんか、好きっていうか、なんか上手じゃないみたいな話をして、したら、まあまあ、まあそういう職業もたくさんあるんで、うん、だけどまあ、やっぱ高齢化でね、うん、どんどん高齢者が多い社会になるから、うん、なんかそういう福祉の世界に行ったら、みたいな。で、うんうんうん、で、それで、じゃあ、福祉行くか、みたいので、うん、まあ、その時の、その地元の、その県の、うん、まあ、福祉を、じゃあ、行こうと思ったら、推薦で行けるって話になって、うん、指定校推薦で。うん、で、はいはい、なると、あ、センター試験受けなくていいんだ、みたいなノリ、推薦が、うんうんうん、なるほど。で、まあ、一応、学級委員長とかやってたんで、はい、推薦は行きやすい立場だったんで、はい、はい、はい。じゃあ、もう、それを最大利用して、うん、センター試験受けなくていいと思って、それで、あと、親のそのおすすめ、あ、すす、うん、うん、うん。まあ、おすすめで、まあ、福祉の大学に行ったっていう、すごく大した理由じゃなくて、で、別に、その、おじいちゃん、ばあちゃんの介護とか、そういう経験もしたわけでもなく、まあ、とりあえず、そういう、まあ、福祉の、はい、このっていうところで入っていった。うんうんうん、で、実際、僕もソーシャルワーカーの仕事知らんかったと思いますね。はい、僕、記憶ないですもんね。とりあえず福祉みたいな、福祉イコール介護みたいな感じでしたから。まあ、で、まあ、それで推薦入って、まあ、無事大学4年間福祉の、うん、まあ、はい、学ぶわけですよね。うん、まあ、一応、まあ、そこである意味ソーシャルワーカーってことをまあ知るっていう、はいはい、まあ、ソーシャルワーカーになるんだろうなと、うん、まあ、思うんですけど、うん、まあ、先にちょっと言うと、うん、じゃあなぜ僕が医療に、ソーシャルワーカーも幅がさっき言って広いんですよ。これまた悩むんですよ。うん、また悩む。そうか。はい、はい。だってほら、福祉って言ってもさっき言った子供の分野もあるし、うん、障害の分野も、高齢者もあるし、うん、まあ行政もあるし、うん、役所とかもあるし、うん、まあ病、うん、まあ病院も一応あるし、みたいな。結構幅が広いんですよ。うん、うん、うん。まあ縦割り的な行政とか。うん、うん、うん。はい、はい。また悩むんですよ。自分は何の分野のソーシャルワーカーになりたいかみたいな同じ悩み。はいはい。で、それもまたわかんないですよね。あんま現場ってそんな回れないから。一応途中で実習に行くんですよ、大学3年。で、3年の時に自分がどのソーシャルワーカーになりたいかっていうのをあ大学2年生で決めなきゃいけないんですよ、実習の。で、わかんねえし、みたいな。全部習ってないんですよ、大学2年生は。で、福祉、じゃあ、わかんねえなと思って、で、まあ、あるその地域のコミュニティの、まあ、まあ、ちょっと、あれ、社会福祉協議会っていう、まあ、地域のコミュニティの団体の実習先に行って、そこは、まあ、地域のコミュニティもいるんだけど、障害、そこの系列で障害とか子供とか、もう、まあ、やって、結構いろいろ見れるみたいな実習先だ。そこに行こうと。で、いろんなソーシャルワーカーの人たちに出会って、自分がどういうソーシャルワーカーになりたいんだって決めようと思って、そこの実習に行ったんですよ。だから、その実習がいいも悪いも含めて、もう全然つまらなかったわけですよ。ソーシャルワーカー、まあ、今と、まあ、昔と今はやっぱいい面ですごく変わったんですけど、あんまね、ソーシャルワーカーを学ばせてもらったって、まあ、実感が生じてなくて、なんだろう、作業をしているみたいな。赤い羽募金とかわかります？はい、赤い羽募金をですね、ひたすら封筒に入れることをしたりとか。そうですね。まあ、それはまあ重要な仕事っちゃ仕事なんですよね。まあ、だけど、なんかソーシャルワーカーのなんかイメージしたとやっぱ違って、ね、これって別に事務職員でもいいんじゃないかみたいな葛藤があったから、なんかそういう、あんまこう、なんだろう、こう、すごくソーシャルワークマンで、この時医療ソーシャル、ソーシャルワーカーになろうみたいな、あんま気持ちになれなかったんですけど、はいはいはい、そのいろいろ回った中の一つに、高齢者の実習に行かせてもらって、高齢者施設みたいな。で、そこで、まあ、みんな、なんとなくわかる、高齢者の入浴会とか、食事、まあ、そういうのを、まあ、さえしてもらったんですよ、実習中に。で、実習中に腰を痛めて、
入力解除とか、うんうん、でそれは多分僕が下手だけだったわけですよ、介護のね、技術がないから、ちょっと痛めたわけですよ。で、あれ、これ、俺、ずっとこ介護の仕事ずっとやるとちょっと無理だな、みたいな思って、自分には向いてないな、とか思ったときに、まあ、直接介護士さんって触れてるわけですよ、体に、患者さん、あ、利用者さんの患者さんに触れる。で、病院だったら、まあ、その、なんかいろんな道具を使って手術したりとか、点滴したりとか。で、自分はじゃあどういうソーシャルワーカーになりたいかと思って、直接触れなくても、うん、まあなんか、まあ面談ってソーシャルワーカーって、カウンセリングとか面談でその人の悩みを聞いて、どういうその人が環境の問題があって、うん、じゃあその環境どう調整したら、その人が幸せになるかみたいな、その人と環境の環境に介入するってなると、別に直接触れなくても、ある面談、あるいは机を挟む、その、ええだけで、うんうん、その人に、その人を幸せにできるってかっこいいんじゃねえかなとか思って、うん、したら、それを面談を中心にやるソーシャルワーカーになろうと、じゃあ、それどの分野、いろんな分野がある中でどれだろうと思った時に、病院だったんですよ。うんね、病院ってほら、直接触る人たちが、医者、看護師さんとか、いるから、いるでしょ、はいはい。別にソーシャルワーカー触ることないです。医療分野で触ることってあんまないんで、直接介護しないから。うんうんあと、ある意味も面談で、面談の自分のスキル、うん、自分がもうある意味、こう、もう道具なわけですよ。その、悩んでる、うんうん、そうですね。感じだったり、クライアントさんに、はい。それが一番かっこいいんじゃないかなと。触れなくても、もし幸せるってめっちゃかっこいいなと思って、うん、それで、ソーシャルワーカーになったっていうのが、うん、今、20年目ぐらいですかね、医療ソーシャルワーカーで。面白いですね。すごいな。すいません、ありがとうございます。目が覚めました。完全にちょっと喋っていや、面白い。いや、立派な志というか。だけど、あれですよ。うん、なんか、そんなあれですよ。志がめっちゃあってって感じじゃないですよ、僕だから。なんとなくって、なんとなくて。だから、どっちかというと好きでなってるっていうよりかは、嫌だ、嫌だっていう、うん、こうなって、削って、たらそこだったみたいになる。なるほど、うんうん。だから本当に志が高いかっていうと、これも嫌だ、あれも嫌だ、嫌だって自分の向いてるなんだろう、うん、まあソーシャルワーカーみたいになったって結果そうだったっていうか。まあなんかでも聞いてるとそのなんていうか、まあ、直感というか、なんかこう結構自分の感覚に正直にこう選んでいってるというか、素直に。それは感じますね。そのなんかわがままとかじゃなくて。いやいや、腰痛めたらそれ無理と思う。え？痛だってなったらこれ一生仕事無理になるよ、うん、まあでも直感じゃなくて、ね、いや実感だよ、うん、直感って実感いやでも僕らの世代的にもなんか当時確かに二十歳ぐらいの時とかにそういった、うん、まあ福祉系のが、まあ、これからそう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 ありましたね、ありましたね、あって結構自分の周りとか、まあそれこそ介護福祉士、うんとかの学校とかに行った人は結構いて、そう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 。っていう中で、その、でもそれでもやっぱりソーシャルワーカーっていう職業は結構あんまり馴染みがないもので、なんかまあまあ、そうやってね、大学まで行ってから、まあちょっと専門的なところを学ぶ中でそういった職業に出会って、で、結構最終的にいろんな道がある中でそれが向いてるというふうに多分直感というかこう実感して選んだということですよね。面白いですね。うん、まあ、そのあれですよね、ソーシャルワーカーさんの、まあ、試験っていうかそういったものはやっぱ結局いっぱいあるわけですよ、ね、ああそっか、まあ、あの資格ですか、資格をゲットしなきゃ始めになれない。ああ、まあまあそうですね、一応ね、まあ日本、まあ世界だとソーシャルワーカーっていう、まあ職業っていうか、まあそうなんですけど、日本だと一応そのソーシャルワーカーが国家資格になってて、その国家資格の名前が、まあ一応社会福祉士と、あと精神保健、ちょっと名前変わりました。まあ一応精神保健福祉士っていう、一応二つ国家資格があって、まあ僕は社会福祉士の、方を取ったと。それはどのタイミングで取ったんですか？大学とね、一応大学の4年間で受験資格を得て、取ったのは多分その4年の、もう最後らへん、1月試験受けて、で、まあその資格が通らなかったら就職が内定取り消しみたいな感じで、うん。なるほどね。あ、そっかそっか、内定はもう、そっか、取ってる中で、
そうそうそう、もし国家資格が、まあまあ、病院はちょっとそのハードルがちょっと高くて、持ってないとダメみたいなところもあって、うんうん、そうですよね。専門的なね、知識がない。まあ、そうそうそういう。なるほど。そっか、そうなんですね。これその社会福祉ってイコール、まあ、ソーシャルワーカーってこと。なるほど。ちなみにそのソーシャルワーカー、その一つの病院の中で人数的に多いんですか？そうでもない。増えましたね。あ、このそうですか。自分が就職した、18年ぐらいもう全然増えましたね。僕が行ったとこは地域、僕も初代だったんです、そこの病院の。立ち上げで、ソーシャルワーカー全然いない組織で、うん、まあ、正体で。あと、周りもね、まだない病院で結構あったんですよ。病院、なんかいない、うん。で、途中からやっぱどんどん増えていって、まあ、大体今いますよね。で、まあ、副部いますね。それでもやっぱある程度の規模の、まあ、総合的なね、ところですよね。そうそうそう、その、まあ、町のちっちゃな内科とかにはいないですよね。そうね、まだ。だけどね、在宅医療、要は最後の日曜日とかするようなクリニックになると、まだ大分とか、はいはい、鹿児島とか、福岡とかちょっと多いかもしれないですけど、徐々にね、増えて、そういうソーシャルワーカーが1人とか2人配置されるような時代になるぐらい、まあ、増えていって感じですかね。増えました。そうそう、人数はすごい増えましたね。やっぱ必要性があるっていうのが、だん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 。あ、まあ、そうですね。そこは社会的な認知が広がったのかなと思います。いや、でも本当、自分自身とか、僕自身でも、その、本当に九州さんから、そういう、このソーシャルワーカーっていう仕事の話を多分、もう10年前に聞いた当時から、いや、絶対それめちゃくちゃ大事な仕事で、絶対世の中に必要な、ね、仕事だよねっていう話をはずっとしてた記憶があるんですけど、なんか今日本当冒頭から話聞いて、まあ、スクールソーシャルワーカーもそうだし、その地域のともそうだし、あと自分で置き換えるとやっぱ自分は会社員なので、会社が欲しいなっていう、じゃあ今自分もやっぱいろいろ悩みが、自分自身というよりもやっぱ自分の部署だったり、隣の誰かみたいなレベルだけど、そのやっぱりいろいろ悩みが好きなんですね。これめっちゃいいですね。でもなんか、そうそう、こういうのなんかコンサルよりもちょっともうちょっと寄り添ってくれる。カウンセリング半分、でも半分は本当に物理的なというか、仕組みとかを冷静に交通整理してくれて、なんか、なんていうんでしょう、僕らのやっぱ、僕らの力とかスキルが多分最大限にこう、発揮できる環境を、外からちょっとこういろいろ言ってちょこちょこ整えてくれるような人がいたらめちゃくちゃ助かるなって今なんかすごく思いました。自分たちでそれできればいいんですけど、なかなか内部の人同士であるといろいろやっぱ角も立ったりもするし、なんかやりにくいとこもあるので、そういう外からちょっと知らん顔でパッてね、この九州さんのような人柄の人が快活にこうやってくれたらいいな、なんていうのはちょっと今聞きながら思ってましたね。いいね、それでこう、そう、社会、なんて、ソーシャル、レンタルソーシャルワーカーみたいなね。そういうのがあるといいですね。そうそう。で多分企業もなんかあるんですかね。ですよね、多分。なんか、まあ、コンサル的なものが多いから、まあ今あんまりまだないかもしれないですけど、ね。どうなんでしょうね。あるといいですね。なんかでも、大企業とかあったらめっちゃ良さそうだなって。なんか変な不正とかなくなりそうだなって思いますね。寝てないですか、ね、大丈夫ですか。あ、ちょっと寝てました、寝てました。僕ら語り出すと寝てしまう。もう喋らなくなったらもう寝る。大丈夫かな。あと5秒で起きてました。いやー、そうなんです、ね、けど、まあ嬉しいですよね。まあ本当ね、まだそういう企業とか、だから今企業も、それこそ、なんだ、今、ウェルビーンっていう言葉流行ったりとか、SDGs とか、はい、まあ、その多様性とか、ソーシャルインクルージョンとか言ってると思うんですけど、やっぱそういう中にソーシャルワーカーが、その企業の中にも、多分そういうポジションで、まあ、職員、メンタルだけじゃなくて、社会が、その、ある会社がどう社会の中に、社会課題に取り組むかみたいなところって、企業って今すごく、まあ、すごく生き残りをかけて、多分そういう、ただ自分のための
利益だけじゃなくて、いかにどう社会の中で貢献していくかみたいな、多分企業としての、多分そのバリューをするために言われてて、で、そこにやっぱソーシャルワーカーって必要になるんじゃないかなっていうのは、なってほしいなっていうのは、やっぱすごく今、話題だし、すごく関心があることです。だけどまだですよ、はい、まだまだです。企業ではまだ。ああ、でもそれって、なんか、僕は平和をこう、志して画家になったんですけど、実はね。なんか、部分、まあね、結局そういういろんな問題を仲介する人の存在が必要なわけで、なんかそういうお仕事をされてるんだなって、なんかこう思いましたね。ねえ、こう環境、そこの取り巻く環境を把握してどうね、解決していくかみたいな。いやだから、ある、日本だとあんまりないですけど、世界とか見ると、環境問題とかあるじゃないですか。アイドルをやってるソーシャルマッチング。そうなんですね。なるほど。います、います。もう本当、この環境問題に、やるソーシャルワーカーがいたりとか、そう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 。いいね、地球規模みたいな感じでやってる、世界のある分野では、さっき言った児童とか障害とかの中の一つに、その環境問題にソーシャルワーカーが、していくっていうソーシャルカーを見ますね。アメリカの学会とか聞くと、国際的な学会とか聞くと。なんかでもソーシャルワーカーっていう会社があったっていいわけですよね。ないんでしょ今は、現状。まあ、個人でやってる人はいますけどね。います。けど、まだ本当そこまでは、まあ、これからだと思います。だから、あれ、ちょっと話がずれるわけでもないけど、ほら、例えばほら、拉致問題とかあるじゃないですか。あれとかソーシャルワーカー関わってるんですよ。なるほど。人権、その人の人権とか、結構、なときに、韓国のソーシャルワーカーとか、国際学会とか韓国の聞くと、そういうのにソーシャルワーカーがやっぱ介入していたりとか、だからそういうのってあんま言えないから、やっぱ、いろんなもの、一応その、そういうの介入したりとか、そうそうそう。だからまあ、なんだろう。今だったら戦争とか起きてるじゃないですか。そこの、やっぱその兵隊さんっていうかな。そこにソーシャルワーカーがケアしたりとか、やったりとか、結構いろ、本当いろんな分野にソーシャルワーカーがいるし、まあその中に、さっき言った企業っていうのも一つね、これから増えるといいかなとは思いますけどね。重要。あと、ほら、家族のケアとかね。あ例えば、その、ほら、なんだろう、離婚問題とか、確かに。そういうのも、ソーシャルワーカー、まあ、アメリカとかだったら、家族全体の、まあ、病気のことは、その、家庭医みたいな、だけど、その、生活全体にあれば、ソーシャルワーカーが、関わるっていうことをやったりありますね。いや、勉強になるな。面白いですね。いやー、なりますね。日本はまだまだ、ね、頑張らない。やっぱ、言っても歴史的にはそんなに、こう、あれなんですかね、長く。あ、ソーシャルワーカー。一応、その、世界で100年以上は続いてるんです。世界では。イギリス、そうそう。日本だと、まあ、ソーシャルワーカーって言って一応、戦後ぐらいなんですよね。まあ、一応ソーシャルワーカーして、資格として活躍してたの。そうか、そうか。まあ、そういう意味では、まだ、60年ですかね。よくだなぁ。そう、いや、なんかでもその話を、まあ、いろいろ今までも聞いてきましたけど、やっぱその課題解決とかっていう職業じゃないですか。で、まあ、言ったら、だからその、変な話、その、なんでしょう、難しい問題とか、ややこしい問題とか、めんどくさい問題が日々どんどんこうかぶさってくるじゃないですか。そういうお仕事だから、そこのなんか苦労というか、大変なこと、まあ多分その聞くな話、多分ほとんど大変そうなんですけど、なんかその細かく聞いたりするんですね、カンさん。まあなんかその。そうね、聞ける範囲内でですけど、まあ、聞いたときにすごいなぁと思いながら。そうですね、ストレスとかどうなんですか、九州さんは。だいぶ。ねえ。いやいや、僕、ストレスね、上手なんですよ、ストレス。だけどね、これ、真面目な話すると、ソーシャルワーカー
で、外、まあ、うちらでこうセルフケアって自分のケアじゃないって言われてるんです。支援するのと同じぐらい。はい。やっぱその、今お二人が言ったような、やっぱこう、あんまハッピーな人に関わらないわけじゃないでしょうね。そうですよね、正直。うん、で自分で解決できる人は別に関わる必要はない。そうなんですよ。それはもうその人が自分の力で、で、自分たちの価値観を大事にしてやっていくんですけど、やっぱこう、どっちかほら、困ってる人って困ってることさえ言えなかったりする。悩んでることさえ言えない。要は力がやっぱ落ちてね。やっぱそういう人たちと出会って支援をするんで、まあ、だからなんだろう。多分、吉川さんとかの仕事って、はい、多分もう、幸せをもっと幸せにするようなお仕事なのかもしれないですけど、とか、あと、なんだろう、結婚式場の人とかね、ウェディングの関係の人は、もう元、まあ、幸せをもっと幸せにするっていうお仕事のような気はするんですけど、僕たちのソーシャルな仕事って、ゼロだとしたらマイナスなんですよ、そうですね。マイナスで、要は何かしら生活に課題とか問題とかをまあ抱えてる、まあその、まあ人っていうかね、その、まあ病院だったら患者さんだし、まあ利用者さんとか、まあクライアントだったりするんで、やっぱそういう人たちを支援するって、やっぱすごく、なんだろう、簡単じゃなくて、やっぱそこに、まあもちろん知識だったり、ソーシャルワークの技術も必要ですし、あとやっぱそこに、やっぱその、なんだろう、正しいとかね、あんまないんですよね。正しいっていうのは、だから、まあ、結局本人がどうしていきたいかっていうことを支える仕事なんで、いや、そっちじゃないでしょって価値観もあるわけで、一瞬ね。はいはいはい。とか、あと、例えば病院だったら、先生、看護師さんは絶対在宅、家返すのは無理だから、このまま違う施設に入らせたらって言うんだけど、本人はそういう状況でも帰りたいみたいな時に、いやそこで患者さんと医療者のズレもあるし、じゃあソーシャルワークはどっちに入った方が、どっちに支援をするのか、確かに看護師さんが言うように在宅、家帰るの無理なんだけどなと思うんだけど、本人の気持ちって尊重すべきだから、そのためにどうしたらいいのかとか、例えば、あとはもっとこう、なんだろう、こう制度、この制度使いたいんだけど、実際いろんな条件が制度じゃ使えないかに、じゃあどうしてこの人、どうその希望通り支えられるかみたいな、結構、正しいようで、その人の価値観大事するんで、難しいんですよ。いやー、悩む仕事なんですよね、本当にそこでしょ。そうですね。なると、やっぱね、自分たち、だって、まあ、すごく自分が辛くて、もう明日し、もう俺も辛くて、明日辞めたい、仕事も辞めたい、ソーシャルワークもやってられないとかいう人が、人の支援って、なかなか難しいと思います。そうですね。なると、まあ、自分のやっぱセルフケアって、じゃあ自分が武器だから、自分のが武器だから、クライアントって言ったら、僕たちでその人を幸せにするっていうことになるんですよ。でなると、自分たちのやっぱこう、なんだろう、まあ、言うならこう、包丁みたいな感じで、ボロボロになったら、それって何の意味もないし、興味になる感じ、利用者さんにとってはクライアントさん。で、やっぱ自分たちをすごく磨くっていうか、まあ、その正しくだけじゃなくて、やっぱメンタル的にも、ちゃんとケアしないと、やっぱその人の幸せって、やっぱ幸せの子に向けられにくいので、セルフケアっていうのがすごく大事っていう、すごい支援するのと同じぐらい大事で、ストレスをためないように、やっぱ自分で僕も意識しながら。僕は幸いソーシャルワーカーが好きなんで、こういうのも一つ、まあほら、ある意味これってソーシャルワーカーの啓発活動になってます。そうですね。ある意味ソーシャルワークだし、僕にとったら。ある意味こう好きなことを、まあ、仕事がそうなんで、まあ、ある意味、そういう意味では、こう、うまく上手にやってる方かなと。いや、でもちょっとそのセルフケアの、聞きたいですよね。なんか。いや、でも自分も結構仕事が今、暴殺されて、結構参りがちなんですよ。なんかね、言える範囲で、なんかね、どんなセルフケアなんか、そうですね。意図して、こう、何かアクションというか、行動、まあ単純にほら、まあストレス発散とか、好きなことを見つけるとかは、まあ分かってるんですけど、なんかもうちょっと具体的な、なんか、あったりね、なんか、なんだろうな、なんかノートに何か書くとかよく言うじゃないですか。ああ、なるほど、なるほど。アウトプットというか、吐き出すじゃないけど、うんうんうん。という具体的なアクションとかが何かあるのか、
どういう感じ、そのなんか自分のメンタルを維持するのに。僕はあれだ、やってることとか、そういう場作りをして、うんうんうん、まあ、要は自分を理解してくれるとか、同じ共通の認識の人を、うんうん、場を作るとか、仲間を作ることによって、うんうん、吐き、で、まあもちろん吐き出したりとか、うんうんうん、だからまあなんかこういうのがいいんじゃないですかね。この場のような。こういうことをや、まあほら、まあやってるんで、仲間と、うんうんうん、やっぱそれが僕のセルフケアですよね。なるほど。まあ吐き出す場を、解放する場を作っとくと。そう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 。で、それも、その、なんだろう。まあ、さっき言った趣味なんで、うん、ある意味。うん、趣味って嫌なことしないじゃないですか、はいはいはい、趣味って。わざわざ嫌なことしないでしょ、趣味って。うんうん、だ僕、プライベートある意味趣味でソーシャルワークやってるんですよ。うん。うん、まあ、したいことがみんながサッカーやったりとか、うん、なんかこう映画見に行ったりとか、うん、なんか好きな食べ物行くとか、うん、僕はそれを仲間と、まあ、ある意味ソーシャルワークの一応仲間を作ったりとか、まあ、それこそ、まあ、ソーシャルワークの人も同じような共通認識する場作りで、なんか、面白いことやろうぜと、うん、まあ、まさしくこういうラジオのことが僕の結構ストレスの、こう、まあ、あのセルフケアになってて、それを、もう多分ずっと、まあ、かのこはずっと僕のほら活動してるから、それをやり続けているっていう感じ。多分ずっとセルフケアを意識的にやってます、うんうんうん。それが自分のセルフケアって分かってるんで。うん、僕の場合は、うん、サッカーとか、そういう自分を肯定する環境を楽しみながら作るみたいな、はい、まあ、それが結果的にソーシャルワークになるような、はい、その集まりがただこうサッカーして遊ぶとかそういうことじゃなくて、うん、僕はそれがソーシャルワークっていう、ある意味そういう課題を認識してる人たちの場作りで、面白いことなんかするみたいな感じでやってみました。なるほど。それがですね、僕は。うん、これやってると思うんですよね。お二人にとったら僕がやってることと一緒だな、みたいな感じですね。うん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 。まあそうですね。そっか。いやー、面白いことな。ちなみにそのイベントって僕よくわかんないんですけど、どんなことを例えばされてらっしゃるんですか？例えばね、あ、ツイッターでまた上げてあれですけど、例えば年に1回変人ソーシャルワーカーサミットとやってるんですよ。そうなんすか。あれ年に1回だっけ、なんかあれ年に1回って、あえて。面白い。変人ソーシャルワーカーサミットって、もうね、まあ、そうそう、まあある意味、まあ友達と一緒にやってるんですけど、それはね、来年の1月開催予定です。うんうん、第5回なんですよ。うーん、5年続けてる。どこで、どういった場所で、どのぐらい集まってするんですか？はいはいはい、まあけどね、結構福岡でやったり、東京でやったりとか。規模的にはどんな、30人ぐらい集まって、うんうんうん。で、変人っていう人たちがプレゼンしてもらって、変人っていう人たちが集まるみたいな感じですね。で、変人の人たちが、まあ大体プレゼンターが7、8人するんですけど、毎回。はい。で、参加した変人の人たちいるじゃないですか、はい、参加者が。はい、投票で変人のチャンピオンって決めるんですよ。投票で。投票で。もうその場で投票で決めて、今年の変人ソーシャルワーカーチャンピオンはなんとかさんですって拍手して、うんうん、エンジンの速度を上げるっていうね。面白い。いうイベントはね、まあ楽しいっす。だけど、それ、まああくまでもけど、その、まあソーシャルワーカーだったらソーシャルワークのような活動されてる人たちをプレゼンターによって、うんうん、まあ日頃の、うん、まあ、何こう仕事の話とか自分がこうしたい。で、僕もね、変人、結構ね、けど変人ソーシャルカズミートって結構深くて、うん、うんうん、あれなんですよ。ただ、変人って言ったら、なんかネガティブなイメージで使われるじゃない、皮肉的な感じ、うんうんうん。で、僕全然思ってないですけど、なんか周りからそんなことを、なんかちょくちょく言われてて、別に変人じゃないですか。まあ、そうでしょう。まあ、マジで本当に思ってたんですよね。で、なんだろうな、みたいな。で、僕にとったら、なんか変わってる人っていうよりかは、うんうん、まあ、いろいろアクションしてるから、なんかいろいろやろう、うんうん、
してて、まあ、なんかいろいろやる人だね、みたいな、うん、まあそういう意味で、ね、言われる人って感じなんですけど、はい、時に、いやいや、ソーシャルワーカーってそもそも、社会の今の問題とか課題を変えないといけないわけですよ。うん。うん、で、そのためには、例えばその今までやってた、その、業務ではちょっと違うなと、もっとこうしないといけないなっていう、うんうん、変化のチェンジの方の変だと思ってて、はいはい、そうなるとソーシャルワーカーって別に変、違う、むしろ返事じゃないといけないでしょっていうね、うんうんうん、社会を変えるのに、うん、なんで変人じゃないのむしろっていうのを思って、はいはい、いや、じゃあそもそも変人っていう定義を僕変えたいなと思ってて、うんうん、ネガティブの変わってる人じゃなくて、例えば自分を変えたいとか、うんうんうん、社会を変えたいとか、いう、うんうんうん、その変化のチェンジの定義を、僕は、そういう、その、変人っていう定義を変え、社会の定義を変え、レッテルを変えたいなとか思ってて、うんうんうん、そういう変人って言われてる人って孤独なんですよ、大体。はいはい、周りからこう理解されづらい。うんうん、何やってんの、あいつは、みたいな。またなんか変なのやってるよ、みたいな。言われて、はいはい、結構孤独なんですよ、ね。だから、孤独同士が、で、なんかそういう萎縮をしてね、周りからそういうなこと言われて、うんうん、本当はチェンジしたい、自分を変えたい、社会を変えたいと思ってる人たちが、周りに言われて、すごくそれを押し殺して、やってるっていう社会は健全かというと、僕はそれは望ましい社会じゃないと思ってて、やっぱりそういう人たちが支え合う場も必要だなと思ったときに、はい、じゃあ変人ソーシャルワーカーサミットっていうのを企画して、うん、変人同士が支え合うことが、もしかしたら社会の変わる一歩につながればいいなっていうので、やったのが4年前かな、うん。じゃあちょうどコロナの前ぐらいですね。あ、そうそう、コロナの前にやってました。そうそう、コロナの前でやってました。まあ、オンラインでやったりもしてて、やって、そういう、まあ、企画でやって、今年もね、去年の1月やって、今年も一応1月東京でするんですけど。はい。で、変人ソーシャル、で、面白いのが、変人ソーシャルワーカーサミットを、まあ、今度5回目なんですけど、まあ、4回やってきて、年に1回やって、うんうん、憧れのね、場所になってるんですよ。自分が出たいって人が出てきて、あ、いいんじゃないのって言うじゃないですか、主催者側としたら、うんうんうん、そしたらね、本当に出られるんですか私がって言うんですよ。憧れのステージになってきたっていう、ね、いいですね、最高。成長で面白いのが、変人ソーシャルワーカーサミットで4回やって、うん、3回連続第1回目第2回目第3回目、うん、チャンピオンの人がいるんですよ、はい、あ、そうなんだ、連続の投票で、投票で順次に選んで、たまたま3年連続優勝した子が、ソーシャルがいいんですよ。変人ソーシャルガチャミットね、うんうんうん。で、その人が最初の1回目、2回、まあ、毎回なんですけど、うん、その投票で決まるじゃないですか。うんうんうん、で、泣いたんすよ。チャンピオンの人が。泣いたんすよ。それがあって、ね、コメント言うじゃないですか。チャンピオンのコメントみたいな感じで。で、めっちゃウケて、なんでこの人こ、まあ、単なるイベントで、なんでこの人泣くんだろうとか思うじゃないですか。ね、聞くとね、面白いのが、私今までね、すごく、こう、なんか周りから認められることなかったと。やっぱなんかこう自分の中でこれってものはなかった。やっぱ、まあでもそこ、その人ほら、変人ソーシャルワーカーサミットで優勝する人ぐらいだから、いろいろ、いろんなことをチャレンジしてきた人なんですよね。はいはいはい。で、やっぱそういう変人っていう、ある意味そのさっき、まあ、なんだろう、社会から言うと、やっぱこう、ちょっとあの人変わってる人みたいな、どっちかというとネガティブに自分も捉えてて、うん、だけど、その変人ソーシャルワーカーサミットで、まあ、チャンピオンでも、まあ、ある意味投票でみんなから、まあ、ある意味こう、ね、共感性を生んだわけで、うん、その時に初めて自分がね、こう、認められたって、うん、ここの場所が、こう、この仲間は、自分がやってることが正しいっていう肯定されたってことで、人生でこういうトロフィーもらったことが初めてで、泣いたって聞くとね、まあ主催してよかったですね。みんな孤独でね、いや、やっぱ頑張ってんだなっていうのをすごく感じたイベントをやったりしてますね。いいですね。なんかそういうイベントをちょくちょくとか、まあ、なんかカード君とやったイベントあるよね。やったね。30代イベントもやったな。ああ、そうそう。どんなことやったのかな、一緒に。
なんかね、あ、最初でもそれこそ一回よく覚えてるのはその福岡でそれこそ、うん、僕がまだ大分にいる時に福岡でイベントするってなって、うん、でそれなんか僕がそのキャスティングというか人選を任されて、大名小の跡地にある今もあるんですけど福岡市が運営するその小学校跡地の使ったそのなんかカフェとかイベントスペースがあるんですけど、なんかそこでやってみませんかっていうのをちょっと友人からこう話をいただいて、で企画して、まあ、いろんなその面白い人であったりとか、うん、アーティストの人とかを、うん、まあ、それこそ杉田くんとか、うん、陶芸家の甲賀くんとか、うん、作業療法士 の平田宗志くんとか、いろいろこう呼んでいて、まあ、福岡なので、うん、福岡の友達でこう探してたんですけど、で計画進めてたら急に九州さんから電話かかってきて、うん、そう、俺も出たいって言って、そのあいやいいけどその福岡ですけどみたいな感じで言ったけど、いやそれでも来てくれるって言ってくれて、じゃあそれはじゃあもうぜひぜひ出てよっつって、うんうん、出てくれたんですよ。なんかすごいやっぱ行動力というか、うん、面白かったですね、イベントの、うん、それこそプレゼンを一人ずつね、5分ぐらいやって、で最後トークセッション的なのをやってみたいな、やりましたね。で、それをこうね。関係ない人たちが集まってたもんね。そう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 。アート畑3人で、医療畑3人みたいな感じのメンバーで、それこそオッチーさんも見に来てくれたし。そうですね。そうだったね。そう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 。で、多分それは足がかりんじゃないけど、その後また一緒に、2人で今度共同開催で、今度そのライブハウスのアートホールを借りて、お互いだったかな、2人ずつかな、2人ずつ、自分の周りの友人、面白い友人をこう連れてきて、でまた6人でそのプレゼンイベントみたいにして、でトークセッションみたいなのも、したことありますね。そう、30代のあ、そうそうそう、30代キャリアをどう歩むかって悩む年代の、そう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 、そうです、そうです、そうそう、サーティーズっていう、みんな30代で。あ、せいなタイトルだよね、サーティーズ。サーティーズ、そのまま、後藤くんが付けたタイトル。そうそう、実は一人だけね、40歳がいたっていう。いいですね。そうそう、あれもすごい楽しかった。飲みながら、みんなでなんか、プレゼン、お互いの聞きながらみたいな感じでしたね。僕はその時、後藤くんと野良レンジャーの竹尾くんを呼んで、でね、おかえ、九州さんも、そう、お友達をね、二人呼んでくれて。そう、面白かったですね。面白いです。うん、うん。だから、もっと40してんといかんよなと思います。ああ、そうね。40代ですね。40ですね。そうね。そうか、そうか。はい、あ、吉賀さん、いつ40歳になるでしたっけ？はい。10月ですね。じゃあ、10月以降に40s。いいですね。やりましょうよ、この3人プラス何人かで。ね、いいですね。なんかでもいいな、なんかさっきの返事。そういうケアをしてますよ、そういう仲間っていう。そういうことですね。それがセルフケアなわけですね。そうか。そうで、それって結構ね、仕事にやっぱ延長するんですよね。うんうんうん。やっぱそう考え方とか、うん、やっぱうちらって、所詮やっぱ福祉の狭い範囲なんで。うんやっぱそういうこう、うん、そうよね、やっぱ考え方とか、やっぱすごく刺激もらえますよね。でもやっぱこう、どうしてもやっぱクリエイティブな仕事でもあるんで、ソーシャルワーカーって、やっぱこう、クライアントのその環境っていうのは、さっきの答えがないんで、そうね、どういうものをこうしていくかっていう、やっぱそのクリエイティブな思考って絶対大事で、そういうやっぱ福祉の人たちと、全然福祉じゃない人たちと関わることってすごい。まだまだなってんだと思う。まあそんなことやっていいんだがね、いろんな例があるとね、自分がやってみよう。そう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 、本当そう。うん。いやー、で、そっか。で、なおかつでも同業者さんともいろんなつながりがあるから、なんか実際の実務的なというか、そういうなんか悩みであったり、こう、共通の、なんかね、そういうのも共有できるんだなと思って。めっちゃ仲良くなりそうですよね。なんか自分も会社員の友達が振り返ったら確かにほとんどいないから、
そこがもしかして足りてないんじゃないかなって、ね、今ちょっと思ったりもしてますけど、なんか逆にそうですね。なんかいいですね。素敵ですね。そっか。じゃあその直近のというかイベントは、じゃあ今度その、ね、変人なんでしたっけ、サミットでしたっけ、ソーシャルワーカーが1月、年もう来年の1月に予定されてるということですか。そうですね、来年1月。うん、これから人選中か次戦多戦集める感じなんですか。なるほど。じゃあその差し当たりその直近のなんか告知みたいなものというのは、いろいろあるからね。あれはあのあれはいいんですか、あのほら、漫画。漫画。漫画の話あったやろ、なんか。漫画やなかったっけ、あ自分の執筆誌。あ、そうそうそう。ああ、ね、今進んでてて、まだな、そう、オープンにはなってないけど、一応、来年の1、2月、来年の末みたいな、あ、末じゃない、来年度、あ、今年度末って動いてる感じ。そうか、まだそんなあれだったの、先の。そう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 。でも話自体はやっぱ、まあ、結構ね。あ、そうそうそう。まあ、調整を。まあまあ、そっか。それは九州さんが作詞、書くんですか、作詞じゃないですか。漫画描くんですか。漫画で歌えないですよ。漫画を描くんあ、僕はね、漫画っていうか、僕は執筆の、あの、専門書の、あの、方ですね。漫画家さんとコラボする。なるほど。へぇー。やったりとか。あれ、なんかさ、ほら、九州さんがモデルっぽく、なんかモデルみたいなやつなかったっけ。自分がね、関わったケースがあったよね。はい。そう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 。いやだからやっぱ話、いろんな話聞いてたら、もうこれ絶対ほんと漫画とかドラマにしたら、ね、ほんとに良さそうみたいな。実際ほら、あの、言っても大丈夫だな。あの、うん、漫画になってるんですよ、僕実は。あ、いや、そうでしょ。あ、そうなんですね。うんうんうん、あと、コミックである漫画が、まあ、モデルになって出てる。へ、あれは、お買い物は、お買い物は出てない。お買い物なかったっけ、なんか。あの、いや、あの、あれよ。あの在宅医療の漫画があってですね、それには、ね。そうですか。うん。その世界で結構有名なんですね。そうそうそう、有名か。あの、まあまあ、発信をさせてもらって。いや、なかなかね、その、なんだろうな、仕事として活躍しながらここまで発信してる人は多分なかなかいないと思うんで。いや、まあ、まだっすよ。だって、ほら。カーノ君とかね、皆さんもワーカー、ソーシャルワーカーって何ですかってから始まってるからね。うん、うん。記者ってどんな仕事ですかって質問せんでしょ。まあまあね。いやまあそれは自分自身はまあ今日はちょっとね、その、まあ知らない人にも届けたいという思いもあって、ね、そうそう、いつから聞いてしまおうと思って。いやまだまだし。なるほどね。まだまだ。ね、やっぱ悩んでる人はいるんでね。うん、いやもうこれからますます必要になって、ね、っていうのがそのやっぱ結局社会がもうどんどん複雑に今なってるじゃないですか、ね、でそれこそ格差も広がっていくし、なんか不利なんか、まあ、弱い立場の人だったりとか、悩む立場、難しい立場の人がどん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 増えていって、しかもどんどん複雑化していって、多分わけわからないというか、何やっていいかわからないみたいな人が多分世の中にたくさんいるので、うん、どう解決したらいいかわからないみたいな、うん、めちゃくちゃ必要だと思いますね、うん、本当に、うん、そう言ってもらえる、ね、本当にこれからのね、うん、仕事ですね、うん、なんかそうそう、自分の子供とかもなれるならなってほしいぐらいすごいいい仕事だなと思います、うん、本当に、ああ嬉しい、うん。本当ね、うん、そういう子たちが増えるといいですね。やっぱりこう、やりがいとか、うん、いやありますか、こう、解決した時の。うん、まあ、じゃなきゃ、まあ、やってないですよね。そりゃそうですよね。そうなんだ。まあ、面白いって言ったらちょっとね、語弊があるかもしれないですけど、うん、まあ、やりがいはありますよね。うんうん、だってなんか、さっきちょっとダイナミックな、こう、社会がどうだこうだって言いましたけど、うんうん、もちろん、ね、そういうダイナミックなことだけで、まあ、本当目の前の、あの、まあ、うんうん、やっぱ、病気を抱えてる人に、まあ、支援するんですけど、
あの日頃ね、やっぱ、まあ、基本さっき言ったように、ソーシャルワーカーってこう面接するわけですよ。で、最初、面接入った時の、あえてその患者さんですけど、病気持ってる患者さんってすごく暗いんですよね。不安の中で相談してくれるわけですよ。で、大体面接って、まあ、僕の場合は大体、30分前後ぐらいで大体初回の面談って終わるんですけど、もう全然違うんですよ。へぇー。やる前とやった後って。そうそう、全然違う。で、たった30分ですよ。たった30分で、ある意味ソーシャルワーカーが支援することによって、こんなに変わるんだってやってて思うんですよ。やっぱ面白いっすよね。あれ、その、たった人生の ある意味その30分を時間もらってやることで、その人が本当に明日から生きようみたいに変わるんで。いやー、本当に。やっぱそうなると、やっぱもっともっとソーシャルワーカーは学ばないと、自分を磨かないといけないし、やっぱそういう、まあなんだろう、資源みたいな、まあそういうリソースみたいなのを、やっぱもっともっとその、なんだ、今の既存の自分の持ってるリソースだけじゃなくて、やっぱいろんなところのリソースを、まあそれは、やっぱその患者さんのためにね、持って引き出しをたくさん持つってことが、すごく、まあ大事だな、自分もし、そうしようって思ってきて20年みたいな感じですよね。あ、まあ面白いですよね、やっぱね、そこが、いいですね。例えばその、さっきなんか、ちょっとこう苦労の話で、その、患者さん、ご本人が言う意向と、なんか病院側というか、あるべき形がちょっと違って、食い違ってる時とかに、それは結局どういうふうに落としどころというか、もうそれぞれの話をよく聞いて、そう。で、最終的に最適解みたいなものを、救急車が提示して、まあ相手がもちろん納得するようにこう、まあ少しずつこう歩み寄りながら、最終的に相手が納得しないとダメってことでしょ、それは。うん、そうそう、もちろんもちろん。もう無理やりとかじゃなくて、ね。そうそう、本人がね、その決まりなんでとかって言うんじゃなく、ちゃんと、なんか、腑に落ちるというか、その、落とし込みができるまで、そうそうそう。じっくり話してっていうことですよね。そうそうそう。そうなんだ。すごく重要で、それが。で、はいはいはい、それがさ、例えばさ、一年かけてやれたらいいんだけど、やっぱ、限られてる日数なんで、はいはい、やっぱ、はい、まあ、基本病気の治療が終わったら、ね、うん、そっか。ってなって、やっぱ限られた時間の中で、そこを見ていく、うん、まあ、難しさだったり、そこにジレンマ感じたり、組織からは言われるわけよね。うん、なんかもうそろそろ決めてよ、みたいな。うん、まあ、ハードクのポジションで落としどころ決めてよ、みたいな。あるね。はいはい。うん、やっぱそういう中で、多分ソーシャルワーカーって、要は組織の人間でもあるから、やっぱそこに葛藤を感じながらも、けどなんかそこでジレンマを感じてるってすごく大事で、思ってた、もう完全にさ、基本自分たちって組織のために働いてないから、っていう、あ、それは僕の感覚かもしれないけど、組織のために仕事をしてるんじゃなくて、やっぱクライアントのために、目の前の悩んでる人のために仕事をして、それはちょっとソーシャル化によって考え方違うけど、俺は、クライアントを幸せにするために、その所属を通じてのクライアントを支援してるって感じだよね。あくまでも場所をこう借りてるみたいな感覚が結構あって。ってなると、もちろん組織の人間だからこそ組織の理由もわかるでしょ。なぜ組織がそういうことを、クライアントとある意味反することを言うんだろうみたいなところわかるから、それを知らなきゃ本当の対立になるんだけど、組織をただの、こう、組織に対してなんだこうだっていうだけで、組織の事情もわかる。もちろんクライアントが一番で、その中でどうクライアントさんが幸せに、うん、まあ自分で決めて、自分で納得して、進めるかっていうのを、やっぱ人それぞれによるし、組織にもよるので、やっぱそれを悩みながら決めるのが、まあ、ある意味ソーシャル化なので、逆に悩まなかったら結構やべえぞ、みたいな感じがします、ね。ある意味、こう、なんだろう。言われたことをやればいいだけだったら、ジレンマって起きないじゃないですか。ジレンマが起きるってことは、何かと何かの価値観のぶつかりの中で、はい、
なんか大切なしたものがあるんだけど、いろんな、なんか歪みがあって悩むっていう、うんうん、それ当たり前のことなんで、構造的に。うんうんうん、なので、やっぱそれを向き合うのがもう前提なんで、だからセルフケアが大事なんですよ。うんうんうん、だってもう起きるから。うん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 、むしろ起きない方がちょっと危険だな、みたいな。うん、だどっちかに偏ってるからってことになって。うん。うんうん、そうですね。そう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 。そう、なるほど。面白いですね。いや、面白いですね。ね、こう、問われますね。うんうんうん。わかります？なんか僕、めっちゃソーシャルワーク的な立場でずっから伝わるんかなってちょっと心配に。いや、めちゃくちゃ伝わりますよ。わかりやすいですよ、うん、ずっと、うん、そういう場面ってあるんですか、吉川さんとか、そのアーティストやってて。アーティストをやってて、まあでも、僕、時々というか、デザイン的なこともするので、まあ結局それってお客さんが困ってたりするからやるわけで、うん、そういった間を取り持ってじゃないけど、うん、そういった現場っていうか、うん、ありますね。うん、ああ。あとも吉川さんだったらあれじゃないですか、ね、お客さんからオーダーもらって、うん、まあそれを表現するときに、ね、まずね、お客さんによってはもしかしたら、ね、結構あれこれ正直言ってこられたりとか、ね、吉川さんおっしゃいましたけど、ね、僕は割と結構ネガティブな、その例えば人が亡くなったけど悲しいから絵描いてっていうネガティブな、うん、すごいどん底的な人からオーダーいただくこともあるので、はいはい、そういうこともあるんですね。あ、あるんですね。まあ、その、ハッピーばっかりじゃないという。あ、じゃないってことですね。結構、すごい、なんか、気持ちがわかるっていうか。うん。ああ、なるほど。こういった、こう、ネガティブなことを、こう、絵で、こう、ポジティブに変えていくみたいなのが、あの僕の仕事かなって思って。ああ、そうなんですよ。だから、そう思うと、うんうん、プラスプラスだけじゃなくて、マイナスプラスにするようなこともされてるってことですか？そっちの方が多いんじゃないですかね。あ、そうかもしれないですね。それが、あ、なんかすごく似てるなと思ってて。だけど、なんかそのアートって僕もすごく関心があることで、うんうんうん、結構ね、あんま日本だと言わないですけど、海外とかだと、やっぱアートとソーシャルワーカーってすごく親和性高いですよ。はいはい、で、よくその学会とかアート、うん、アートでソーシャルワークやってる人結構いて、はいはいはい、あのその、まあ、アートっていろんなあるじゃないですか、うん、表現方法が。なので、まあ、いろんな表現方法でソーシャルワーカーがこうやってるんですけど、具体的に言うと、あとほら、さっき言ったように、こう、みんなが自分で言える人はいいですけど、例えば、障害を抱えてて自分の言葉がなかなか言いづらいとか、障害によって、もうなんか出せないとか、うん、そういったときに、やっぱそのアートっていうものを媒介を通じて表現をするみたいな、うん、で、それで結局自分っていうものを表現していくとか、自分ってものを認めていくっていう、ものにアートって なるんで、それをソーシャルワーカーがある意味そういうものを通じて発信したりとか、クライアントと一緒に社会に伝えていくってことが結構やってるんで、そういう意味ではすごくなんかこう、ある意味マイナスな部分をストレートに言うんだったら伝わらないんだけど、アートだから伝える、はいはいはい、伝わりやすいこととか、うん、そういうのがあるんだなと思って、僕もアートのことってすごく関心があるんで。はいはいはい、いや、あると思いますね、本当に。そうそう、アートだからできることって、人間の言葉とか、はい、では伝わりづらいんだけど、あとだからその人の心に刺されるとか、ね、感情をね、動かすっていうのは、やっぱ、それはむしろアートの方が強いんじゃないかな。おっしゃる通りです。もうだから、言葉にも何もこう表現できないものが結局、絵とかね、絵になっていくっていうかね。そう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 。で、ほら、結局、なんだろう、やっぱ人のその価値観とかって、わかんないか、それ正しいとかないじゃないですか。その人その人だから。で、ある意味その人としてとか受け止め方って自由、なんか変わってくるっていうところも多分すごくアートと似てて、アートってある意味答え出してるアートもあるかもしれないですけど、なんだろう、その人の受け止め方ってすごい変わるじゃないですか。で、それは結構ソーシャルワーカーでもすごく日頃のこう仕事してて思うんですけど、
うん、ある人にとってはそれは なんだろう、不幸せだったりするんだけど、うん、ちょっとしたことをきっかけに、その起きてる事象は変わらないんだけど、受け止め方で、すごくそれが、例えば病気に、まあ、がんになって、すごく自分はもう最悪だと、もうなんで俺たちがんになったって、もちろん思う時、時期もあるけれども、ある時期とか、あるその人のその環境によっては、がんになったことによって家族の絆を感じてて、僕はがんになってよかったっていう患者さんも実際僕は何人も出会ってるんで、要はその捉え方、要は表現を自分がその捉えていくかっていうところっていうのは、ある意味ね、何も正しいとか間違いとか、その人がその人を受け止めたのがある意味、その人らしさの決定だと思うんで、それってアートも多分すごくあるのかなとは思います。うんですね、いやーすごいなんかたねすごいがっつりいろんな質問をさせてもらってますけれども時間的に明日そうですよね。いやいやいや眠気大丈夫ですか。あとこれあとね3時間ぐらい喋れるよこれ目覚めたもんこれ覚めたんかい3時間喋れるこのままちょっと気使ったけど今あそうそうまあそろそろなんかでもあれですねやっぱこう本当に九州さんはそのなんでしょう持ち前の明るさというか、うん、割とこう学生時代もそんな感じだったんですか。学生時代はね、うん、全然性格めっちゃ変わったって言われますよ。うん、ええー、そうなんだ。言われると言われ、あ、言われます。めっちゃ言われる。大学までの自分と働いてから自分はもう別人って言われますよ。別人じゃ、やっぱ見つけたんですね。出会ったんでしょうね。まあ本当そういうことですわね。うん、あんま僕ね、まあ、大学までは、まあ、のほほんとあんまり夢も目標もない、なんだって来てたわけですよ。うんうんうん。ですですです。で、まあ本当なんか自分でそう言うのもあれなんですけど、本当そんな感じだったんですよ。うんうん。で、言われたこと、なんか前に出るのも好きじゃないし、バンドで言うと、リードじゃなくてサイドギターでいいみたいなタイプ。あ、ルナシーとかわかります？ルナシーめちゃくちゃ、スギゾーじゃなくてイノラなんですよ、僕好きなんで。ちょっとあれよ、九州さん、吉川さんの前でルナシーの名前出したら長くなりますよ。あ、やめましょう、やめましょう。あ、かもこれ以上も4時間ぐらい喋るからね。え、九州さん、ルナシー好きやったっけ、そんなに。そうそう、好き好き。俺、バンドやってたから。ルナシーもやってたよ。止まらないよ。プレッシャーとか大好きして、アルペジオ。あらら。あらあら。じゃあ今度それでいきましょうか。そうした、ルナシーを語る。いいですね。語ります、語ります。あ、そう、音楽好きやもんね、確か。そう。いろんなね、しかも結構いろんなジャンルの。そう。うん。音楽でライブ行ったりとかなんか。またそういうのもね、こう、いい発散、リフレッシュになるんでしょうけど。そうそう、あ、まあそれでね、リード、うん、まあ、要はそのあんま目立つのは好きじゃない、支える方が好きみたいなもの、なるほど。で、まあ、ある意味ソーシャルワーカーになって、うんうん、ほら結局よかった環境が良かったんですけど、誰も、うん、あ、ほらソーシャルワーカーいなかったから、ソーシャルワーカーって認知されてなかったわけ、採用されたんだけど組織に、したら伝えなきゃ仕事にならないわけですよ、自分の仕事を。で、仕事を、ソーシャルワーカーとは何の仕事だ、こういう効果があるんだよとか、こういうメリットがありますよ、クライアントにとって、組織にとってみたいなことを言わないと、仕事がないから。で、そのために勉強しないと伝えられないですよ、言語化する。で、そしたらめちゃくちゃ勉強するわけですよ、自分の仕事のこと。まあ、当たり前って当たり前ですけど。で、してたら、まあ、人と一緒で、人を好きになるって言って、好き、勉強その人しようと思いますけど、どんどんその人の魅力って気づくじゃないですか。で、それが僕はソーシャルワーカーだったわけですよ。いろんなこと勉強して、ソーシャルワーカーってすげえな、みたいな。大学って学んだんだけど、それがやっぱ、現場でやりながらそれをより、なんか実感をして、あ、ソーシャルワーカーってすげえ魅力のある仕事だな、みたいなので、で、ある意味それが、なんか、もう、そうなると、まあ、ある意味仕事以外の時間も、ソーシャルワーカーのことを勉強したりとかしろうとしてて、で、やっぱそれを学べば知識つけば、今度クライアントに、まあ明らかに効果が出るわけじゃないですか、知識が。で、すごい循環になって、なると、で、自分がそういう、なんだろう、こう、発信しなきゃいけないから、伝えなきゃ
うんうんまあ、なるわけですよ。で、今、講演とか、そういういろいろ発信する立ち、アウトプットするになりましたけど、やっぱそこでまたアウトプットすることで理解者が増えるでしょ、共感できる人が。っていう、なんかこう、いい感じで自分、ある意味自分のこう、自分とは何かっていうアイデンティティが結構確立されていったわけですよ。で、それは、やっぱその、さっき言った、その最初出会った、最初面談室で出会った患者さんをすごくし、もうなんかもう、あれもう死にたいとかそう言って辛いような感じ、こう出会うんだけど、30分後にやってそういう変化するわけです。そういう積み重ねとかを通じて、ある意味なんかこのソーシャルワーカーって仕事がやっぱすごいなと思った時に、やっぱ僕はね、ソーシャルワーカーの仕事を通じて自分ってアイデンティティが確立されたっていうのは結構あって、で、あとソーシャルワーカーに、感謝してるみたいなんですよ。こういう職に出会ってもらって、うん、で、ってなると、やっぱ今まで熱いものってあんまさっき言ってなかったですよ。高校大学までこれでなんとなく勉強して言われたことをやってきて、レールに乗ってやったんだけど、うんうんうん、仕事を通じて、ソーシャルワーカーと仕事を通じて、自分ってものが、アイデンティティ、自分がこの社会でできることってあるんじゃないかみたいな、まあ、ソーシャルワーカーっていうものを通じてね。やっぱこう、やっぱ熱いようになったっていうのがあるから、自分らしく生きられる、まあ、職業に出会ったっていう感じになったって感じですかね。なるほどね。感謝してますね、この自分の職業にね。おー。うん、結構っすね。伝わりますね。ハッピーになりますね。いや、今日こんなにね、たくさんリスナーがいらっしゃるのが分かりますね。なんかね。うん、ああ、そうですね。なんかいい、久しぶりに、なんかお話できたのも、楽しかったし、なんかいつもいい話をたくさん聞けましたね。そうそう、久しぶりです。まあね、どのぐらいぶりですか？ねえ。どのぐらいぶりだろう。だから、会うのも、だから多分、下手したらコロナ以来ぐらいかな。ねえ。面白い。そうそうそう。まあ変わってますよ。10年間。まあそうですね。今今日話した限りね。いやいや、またちょっとあれですね。リアルイベントやりたいですね。本当。40、4。ねえ。40s。うん。喜んで。ねえ。いいですね。いや、でも変人の話はもうなんか、ね、取ってきました、ね。いいですね。なんか、ね、取ってきましたね。変える人ね。そういうことか。うんうんうん。素晴らしい。ね。素晴らしい。いいじゃないですか。いやー、多分ね、放送で勇気をいただいた人も多いんじゃないかなと思いました。いいですね。いい回になりましたね。では、もっと聞きたいですけど、どうですか？もうそろそろ。そうですね。日をまたいじゃいましたね。なんかじゃあ、なんかこう、最後にじゃあ、なんかこう、はいはい。なんて言うんでしょうね。聞いてる方に何かメッセージというか、あれば。もしくは、なんか夢とかあれば、いただきたいですね。なるほど。はい。目標、なんかあれば、ちょっと、九州さん、ぜひ。最後に急激に眠くなりましたね。3時間はどこ行ったんやろ。ちょっと喋らなくてやっぱ眠くなる。いや、だけどありがとうございました。いやいや、このような。まあまあまあ、はいはいはい。で、まあ自分のいい振り返りもなったし、まあ普通に二人とお話しさせてもらって楽しい時間だったなとは思うんですけど。はい。まあけどね、って言っても、まだまだ仕事20年以上しますからね、やりたいのはあるし、まあ、ある意味、一応ね、あるんですけど、まあ、あえてあんまここで言うっていうよりかは、なんかこう、なんだろう、こう、ある意味自分がこれからどうなるのか、まあ、もちろん自分の軸ってものあるんですけど、あんま僕も決めてなくて、意外と。なるほど。ある意味自分のその自由度、将来に対しても、まあ、こうしたいことはあるんだけど、あんまガチガチにせず、その時の出会いを大切に変化していけたらいいなっていうのが僕
ックの中での20年のプランであるんで、まあ、だから自分の人生ワクワクするっていうのがある意味大きな夢な、うん、夢というかもう継続さですね。で、その時の直感、直感やっぱ大事にして、やっぱ自分を信じるっていうのはやっぱすごく大事だし、自分を信じるためにはやっぱそういう人を、その自分をこう応援してくれる人とか、自分をサポートしてくれる人の環境を作るっていうのもやっぱ同時に大事だと思うんで、それをまあ引き続きやっていけたらいいなと思ってます。なるほど。聞いていただいている方、その仲間であるでしょうから、ぜひよろしくお願いします。ということで、終わりにしたいと思います。はい。いやー、貴重な話、ありがとうございました。うん。ねえ、あれですね。じゃあまあ最後に前回のあのミスキさんの時同様、ね、ちょっと最後に音楽の話もちょこっと出ました、はいはい。今週のね。あれですね。うん。九州さん、一応我々のあの放送の中に今週の一曲と言って、まあ、最後に、まあちょっとこれ別にあのね、CD とか音楽なかけられるわけじゃないんですけど、うん、一応こうタイトルというか、ね、アーティストとタイトルをご紹介するというコーナーがありまして、はい、最後にね、うん、最後にね、もしだからちょっと何か今日一曲あればぜひ紹介していただければと思いますけど、わかりました、はい、そうですね、あ、じゃ あどうしようかな、一応じゃ あのコーナーのタイトルコールなんで、はい、じゃあ私の方からさせていただいてもいいでしょうか。はい、ですね、ちょっと待ってくださいよ。これがいつもの、あの、あ、じゃあ行きます。はい。画家と作家、今週の一曲。このコーナーはですね、我々画家と作家と、まあ、それからゲストの方が、今週聴きたい曲をご紹介するコーナーです。ということで、まあ、今日はあのゲスト会ですので、はい、九州さんの方で、一曲あのおすすめというか今週聴きたい曲ということをあの紹介していただければと思います。はい、はい、悩みましたけどね、うん、さっき、うん、悩んで、うん、いつもね、あのまあ今のあれだったらねよく聴くんですけど、うん、はい、あのあ、そうそう、ルナシーしとけばよかった今ちょっと思ったのはい、まあまあ、あのちょっと君さんのね、あのスーパービーバーって僕アーティスト結構最近、でスーパービーバーの、はい、名前を呼ぶよって結構有名な曲だけど、あ、はいはいはい、まあその曲がいいっすね。へ、うん、幅広いですね、またやっぱ、うん。まあ、名前を呼ぶよってソーシャルワーカー呼んでほしいんでね。なるほど。スーパービーバーの名前を呼ぶようが、素晴らしいよ。ありがとうございます。今日はね、はい、ちょっと間違って僕一回だけ名前を呼んでしまいましたけど。はい、わかりました。じゃあ、あのスーパービーバー名前呼ぶよということでいただきましたので、はいはい、今週の曲終わりたいと思います、はい、ね、いやー、ちょっとがっつり、あのなんだ、1時間半1時間40分ほどおしゃべりさせていただきましたけど、ね、またぜひ、じゃあ今度ルナシー会かなんかで音楽会かなんかでじゃあ参加いただければと思います。じゃあ、九州ちゃん、今日本当にありがとうございました。楽しかったです。いや、本当にありがとうございます。はい、また。そうですね。ぜひぜひ、飲みましょう。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、一応今週も、じゃあ、ちょっと最後までいていただいて、はい、あの、お別れしたいと思いますので、はい、はい、あの、今週も聞きいただきました。ありがとうございました。また来週もぜひお聞きいただければと思います。はい、それでは、今週もありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。入れます。おやすみなさい。また明日も頑張りましょう。はい、おやすみなさい。聞いていただいた人もありがとうございました。おやすみなさい。しながら歩んでいたい。どんな過去があったって100億点で行こう。ずっとずっと大正解。笑うことは僕らだけの統計。テレビスターが教えてくれた。
ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram やっております。その他情報は概要欄まで。また次の動画でお会いしましょう。